フロレアルは、フランス海軍のフロレアル級、フリゲート一番艦。艦名は、フランス革命歴の下月に由来する。フロレアルは、アルストムイコールアトランティーク造船所で建造され1990年4月2日に、寄港、1990年10月6日に、浸水、1992年5月27日に、収益する。年月日に、 ポールド・ラ・ポアント・デ・キャレット・命名都市の関係を結ぶ。フロレアルは、レユニオンに配備され、海外領土や経済水域の警備を主任務とし、海洋における、初任務にあたる。1993年に、国際連合主導による、第二次国際連合ソマリア活動に参加した。1995年のコモロで発生した、クーデター未遂事件で出動する。2009年には、 ソマリア沖の海賊に対応するため、ソマリア沖に展開した。この際に、ソマリア沖2009年4月10日の事件での人質救出作戦に参加する。同年11月時点において、ソマリア沖の海賊対策であるアタランタ作戦欧州連合会場部隊に参加し、アデン湾に展開している。2011年にもアタランタ作戦に参加し、 2012年10月19日に3度目のアタランタ作戦参加を果たしている。フレンチフリーゲート FS フローレイルリージョインズ EU ネーバルフォース。ありがとうございます。